はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はネット嵐の時代ということで、もうまさに YouTube なんてもろもろ関わってくるような話をしていきたいと思います。で、ネットを荒らす人たちってごく一部みたいなね、話なんかが言われたりしてるんですけど、実はこれってある一定の条件が揃うと誰もが加害者になるんじゃねっていう話になっていきます。で、どういうことかっていうと、環境さえあれば誰でも人を攻撃できる時代ですよね、今っていうのは。例えば、パソコンとかね、それからスマホとかタブレットとか、いずれかがあれば、誰でもネットを通して人を傷つけることができてしまいますよね。じゃあ、そのうちのどんな人がネットで攻撃をしていくのっていう話をすると、攻撃的な性格の人なのか、なんかちょっとひねくれている人たちなのか、それともなんかこうちょっと人を焚きつけるのが好きなチャレンジャーの人なのか、ね、いろいろ条件があると思います。で、そんな特定の人、特定の性格を持った人ではなくって、誰でも嵐になりうるよねっていうのが今日のメインテーマになっていきます。はい。で、これは性格ではなくって、同じ人であったとしても、ある状況によっては攻撃的になる瞬間がありますよっていうことなんですね。で、まずは実験があって、で、流れをご案内すると、一番目に、解くのが難しいクイズと、それから解くのが難しくないですね。はい。解くのが難しくないクイズ。要は簡単なクイズと、それから解くのが難しいクイズのどちらかに挑戦をしてもらいます。で、クイズが終わった後に全員の気分を採点するんですね。難しいクイズを解いたら、ちょっとイライラしたとか、悩んだとか、簡単なクイズだったら解けて気分がスッキリしたみたいな感じですね。で、その後に実験用に用意をした偽のニュースを2つ見てもらいます。で、1つは記事の内容、どっちか1つなんですけど、記事の内容っていうのは同じで、例えばアイドルが結婚しましたとか、政府がこんな発表しましたみたいなね、ニュースを見てもらって。で、コメント欄に誰も何も書き込んでいないニュースと、それからすでにコメント欄が荒らされている状態のニュースのものをそれぞれ見てもらいました。で、参加者にはどちらか一つのニュースっていうのを読んでもらって、必ずそのニュースに対して一つ以上のコメントを残してねっていうことを伝えておきます。で、それが参加者の気分やそれを作り出した原因によって、そのニュースに対して荒れたコメントを残すかどうかっていうことを調べたんですね。じゃあその結果一体どうなったかっていうと、簡単なクイズプラスコメントのない、嵐のコメントのないニュースを見た人たちに関しては、35% くらいがネガティブなコメントを残しました。この 35% って、おそらくもともとちょっとネガティブなのか攻撃的な人なのかっていう性格の問題あるかもしれないです。続いて難しいクイズのみ、難しいクイズだけを解いた人か、もしくは嵐のコメントニュースを見た人だけか、どっちかが回答する人に関しては、約半分がネガティブなコメントを残しましたよっていうことですね。それから難しいクイズを解かされた上に荒らされているコメントを見た場合は、なんと 68% もネガティブなコメントを残したっていう結果が出ています。で、難しいクイズでむしゃくしゃしたり落ち込んでいる時に、他人の荒れたコメントを見るともうさらに荒れまくるっていう結果が出て、大体予想ついたかもしれないですね。ところがこれっていうのは実はね、後からご自身コメントを振り返ってみると、冷静になった時にですね、あの時はどうかしてたのと、なんで私こんなコメント打っちゃったんだろうっていうふうに反省しているケースが多かったりするんですよ。で、僕も時々 YouTube でコメントをもらったりすることが多いんですけど、本当にその時の気分で大したこと書いてないのに、ものすごく自分が攻撃を受けたって思って、なんか噛みついて何言ってんだよみたいな感じで返してしまうケースもあれば、なんかご指摘の通りだな、もうおっしゃる通りでございます、本当に申し訳ございませんっていう感じで流したり、あるいはありがとうございますっていう気持ちでコメントを返すっていうのがあります。これ本当に気分次第だなと思いますね。で、ちなみに曜日とか時間帯によって変わるケースっていうのも実はデータとして取られてるんですね。で、夜や平日、月曜日とか火曜日の方が昼間にコメントをしたり、週末、金土日にコメントをするよりも荒れたコメントが多いっていうデータが出たんですね。それなんでかっていうと、多分仕事とか学校で溜まってしまったストレスっていうのをネット通してぶちまけてるんじゃないかなっていうのがあります。さらに、一つの荒れたコメントっていうのがあれば、雪だるま
式にネガティブコメントで溢れるっていうデータもあったりします。まあ要は大したニュースじゃないのに誰かが、まあ、なんかこいつこんなことしてる、まずいよねとか、なんか倫理的にどうなの、道徳的にどうなのみたいな話をしたら、いや私もそれ思うんですよねっていうようなコメントがブワーって、なんか最初10件20件程度のコメントだったのが、なんか気づけば1000件2000件に溜まってるみたいな、そんな風に雪だるま式に膨れ上がっていくっていうケースがあります。でこれっていうのは、その荒れたコメント残すっていうのは元の性格も当然あります。で多くの人はさっきも反省してたっていう話の通りで、コメントに対して罪悪感を覚えたりとか、それからふさわしくなかったなって反省するケースっていうのは結構あります。ところがサイコパスとかサディストの傾向がある人に関しては、進んで荒らしに来るケースっていうのが高いんですね。でそういった特殊なパターンっていうのはごくわずかな話になりますんで、まあ、絡まれたら鬱陶しいなとは思うんですけど、そのコメントを残す人たちの、じゃあ世論的にはどうかっていうと非常に弱いものです。パーセンテージとしても少ないです。なので気にするレベルじゃなくて、こいつら頭いかれてんなくらいで思ってしまったら OK なので、まあ、気になさらないで OK かなというふうに思います。でそういったコメントを見て、まあ、どうしても傷ついてしまうなっていう方に関しては、まあ、ぜひイメージしてもらったらと思うんですけど、なんかね、暗い部屋に閉じこもってパソコン一台の明かりだけで頼って、誰も相手にしてくれないから、なんかちょっと自分注目浴びたいなと思って攻撃的なコメントを残して曲がった快感を覚える変態っていうのをイメージしてもらうと、なんかそういうちょっとドヨーンとした人たちって皆さんが相手にする必要ありますかねっていうと、まあ、つまりはそういうことですよね。お察しの通りです。ということで、そういうのは気にしないで無視して、皆さんを応援してくれるコメントの方だけを相手にしましょうというのが今日の結論です。ということで本日の動画は以上でございます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。